どうもトランプです。まずはチャンネル登録といいねボタンをお願いします。さて、皆さんは市販されている食塩の危険性について考えたことはありますか？この方はこのようにポストされています。食塩の危険性、私は数年前にルネカントンの海水療法を知ってからは、今まで使っていた塩、つまり赤いキャップの食塩や味塩胡椒などすべて捨て、非加熱の天日干し塩や自然塩に切り替えました。それまではすぐに体調を崩してしょっちゅう病院に行っていましたが、塩を変えてからはほとんど病院に行かなくなり、風邪もひかなくなりましたね。外食では避けられないので、そんな時は自炊の時に天日塩を過剰気味にとっていますとのこと。まあ、最近はね、一部のスーパーではこのような非加熱の天日干し塩や自然塩を購入することができますので、まあ皆さんもね、まあこのような、まあ、食品とかね、飲み物に気を使っている方も、まあ、調味料はあまりという方も多かったかもしれませんので、意識されてみてはいかがでしょうか。そしてこの方はそれに関してこのようにおっしゃっています。日本人の9割が知らない事実、食塩は毒。食塩はただの塩ではなく、人工的に生成された塩化ナトリウムという物質。本来は工業用塩素や塩酸の原料、道路を固める原料であるが、1965年から食用としても普及し始め、日本で売られているほとんどの塩がこの食塩にあたる。健康の被害で特に大きいのは高血圧になること。実は高血圧を招くのは塩自体ではなく、そこに含まれるナトリウム。そのナトリウムも自然由来のナトリウムではない、人工的なナトリウム。自然の塩にはナトリウム以外にもカルシウム、マグネシウム、カリウムなど天然のミネラルを多く含んでいるが、食塩は生成される時に他のミネラルが切り捨てられ、成分の 99% が塩化ナトリウムになってしまう。そんな食塩が身近にあふれ、加工食品には必ず使われている。安い食品を作るために安い材料が使われる。しかしその安さを実現するには代償があることを知り、自分のためになるべく多く取りすぎないようにしてほしい。日本人の9割がいかがでしたか。まあ皆さんもね、なかなか調味料までは意識が回ってなかったかもしれませんが、特に塩は重要です。まあこちらのね、まあ方もポストされていましたが、最近ではね、本当にこのような、非加熱の天日干し塩とか自然塩、例えばまあ沖縄のぬちまーすとか結構有名だったりしますけども、まあ、若干値段は高めになるかもしれませんが、そのように今後は意識されてみてはいかがでしょうか。ということで今回は以上となります。